マイル王を狙うにはぜひとも結果を出したい前哨戦であります。ゲートが開いて飛び出した15頭であります。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、さあ先行争いであります。キングエルメスがかわしていきました。13番シャイニーロック、外から行こうというところ。それからビーアストニッシュとザイツインガー、内を通ってガイアコース、その後ろでやりましょうか。5番ゴールデンシロップ、そして内からはグラティアス、サバヤスティンスカイがそのうちにいます。それからもう1頭10番シュネルマイスターエアロロノア、内を通りまして8番バテンローリオン、その外15番ソウルラッシュ、ばらけたレース展開であります。そのうちに大名富士、2番プロイバタイトリプルエース、13番シャイニーロックがレースを引っ張るようになりました。キングエルメス下がって2番手、さあ一塊になりまして第4コーナーをカーブ。先頭を行くのは13番シャイニーロック、懸命に手を動かして竹豊とエアロロノア、ムチが飛んだ竹豊とエアロロノア、ここで先頭に立った。キングエルベスシュネルマイスターが2番手、捉えるかシュネルマイスター、外をついてソウルラッシュが来ている、ムチが飛んでいるソウルラッシュ、先頭ルメールとシュネルマイスター、シュネルマイスターかソウルラッシュか、ほとんど同時。